私たち福島県に住んでいて、誰一人原発事故は収束したと思っている人はおりません。野田総理に、内閣として、事故は収束したというこの言葉を撤回修正していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。国務大臣草野孝之君。サイトの中ということに関してはですね、段階が変わったというふうに思っておるんです。で、今どういう段階にあるかというと、これからですね、30年か40年かけて、着実に廃炉に向かって、歩んでいかなければならない、そういう状況に変わったんだということも、これも私は事実だというふうに思っておるんです。皆さんに避難をしていただかなければならないぐらい深刻な事態になったという意味で、まさに本当に皆さんにご迷惑をおかけをしたわけですから、そういう段階が終わったという意味で、収束という言葉を使わせていただいたということであります。福島県選出の自民党吉野正義議員は、福島の復興にはまず原発事故への対応が必要だと、収束宣言を撤回すべきではないかと細野大臣を正したわけなんですが、この後特集で食の安全と放射能の汚染については詳しくお伝えしますけれども、先ほど上杉さん、原発が入ってないということがありましたが、上杉さんは福島原発の状況、現状どういうふうにご覧になってますでしょうか。収束宣言の日に総理にも伺ったんですけど、直接ですね、会見で、まず燃料棒の位置も把握していない、収束宣言を早すぎんじゃないかと、実際そうなってます、もっと言えば4月17日に出した最初の工程表、除染のことに関しても全く希望的観測で、数値もデータも何も入っていないということですね。そして今放送の大臣が言いましたけど、途中で機弁を漏して、まさしくこれ素質じゃないですけど、機弁を漏してインサイトの問題にしたわけです。サイト内、誰もそんなこと言ってないんですね。でしかもインサイトが30年から40年かけて、収束に向かわせなければならないと、これ宣言じゃなくて希望ですよね。こういうような形で、政治家も、そして行政、そして、いわゆる福島県の以外の、これ産業界もそうでしょうけど、なんとかこの時間も終わったものにしたいという希望的観測、言葉を変えれば申し訳ないけど、デマか風評ですね。まさに政府が一丸となって、メディアもそうですが、こういうデマを、1年間ばらまいてきたというのが、この福島の現状、そして福島目線を、そういう意味では完全無視することになったんで、もういい加減に反省して、吉野議員の言う通り、また自民党には森、雅子さんもいますが、その地元の議員の声というのを少しぐらい耳を傾けた方がいいんじゃないかと、そういうふうに思いますね。その地元の目線で言いますと、昨日もね、上杉さん、郡山の行かれたということで、福島県内の活動の拠点構えてらっしゃいますけども、復興に必要な福島目線、どういうことなんでしょうかね。まず復興に対しては現実を知るということですね。なぜかというと、現状をきちんと把握しない限りは復興ないわけですから。そしてこの現状は実は、放射能のこの問題、つまり原発事故は収束していませんと。放射能は毎日のように出ると。昨日も郡山の駅前で測ったんです。測定器持って行って、毎日ですね、1マイクロシーベルトを簡単に超えてました。ほとんど落ちてないんですね、この5月ぐらいからもう7、8ヶ月で。これでこんだけ線量が高いものに関して現状であるのに、復興というのはまずその先に除染があるんじゃないかと、除染と同時に除染できないという地域が必ずあるわけですから、これは、絶対に。それはどうしてかというと、ベラルーシ、ウクライナという人類の教訓が示すように、今の人類の知恵や学習によっては分解もできないし、除染もできないということをまず、知らせて、申し訳ないけど、数年以内の、数ヶ月以内の期間というのは難しいですって言ってあげなくてはいけない人たちがいいんですね。事実を知らせて、その先に復興支援があると。ここをもう一回考え直さなくてはいけないと思います。確かに、どんなに辛くて厳しい現実であっても、正しい状況把握ができていないと正しい対応できないというのはあるわけですよね。 そうですね。でそれを言うのは政治家のやっぱり定めなんですね。やはりそれは誰が言うかというと、市政者、それが責任を持って言わなくてはいけない時があるわけです。耳障りのいい言葉だけで、それで済ませるというような状況にはないわけですから、それは厳しいですけど、誰かが言わなくてはいけないと。残念ながら細野大臣、そして今の野田政権の中ではこれを言う人が現状ではいないということで、福島目線というのは現在の、政権並びに東京などの他の日本に関しては少し欠けているかなというふうに思いますね。